医療法人全進会伊勢経由病院は、三重県伊勢市にある民間の病院である。2003年3月に、慶応義塾大学伊勢経応病院の閉院が発表されたが、周辺住民、約21万人の病院存続署名もあり、同年10月に新たに、医療法人全進会伊勢経由病院として、発足した。二千十二年十二月に、旧、 山田赤十字病院の跡地を買収、み園の町高向子のへ移転する予定である。移転時期と現在の病院敷地の利用については、決まっていない。亀貝岩尾の三古堂、亀貝委員を源流とする。亀貝は、士族の出であったが、亀貝家は明治維新後商売がうまくいかず、岩は医者になった。総合病院として発展したが、同族経営の問題や、労働葬儀などで、 経営危機に陥り、慶応義塾に寄付することで存続を図った。また、慶応義塾が首都圏以外に進出した数少ない事例であった。慶応義塾では、もっぱら若手医師の研修に利用されたが、その一方で、私立伊勢総合病院、山田赤十字病院とともに、伊勢市における総合病院として、収穫を担った。しかし2003年に、慶応義塾が手を引き、 伊勢経由病院となると、閉院を見越して転院した患者も少なくなかったので、高齢者医療中心の病院として再出発した。2003年における伊勢経応病院閉鎖発表から伊勢経由病院発足までの流れを以下に示す。ありがとうございます。